すみません、明けましておめでとうございます。皆さんおめでとうございます。そして2015 J リーグ優勝、さらに FIFA クラブワールドカップ2015世界3位、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんもぜひここで拍手をお願いいたします。ありがとうございます。日本選手が着用られる制服は警察官の礼服だそうですが、今日もお出迎えを私させていただいたんですけれども、かっこいいと思って本当によく似合っていらっしゃるなというふうに思います。皆さんよく似合っていらっしゃいますよね。礼服というのは警察官の方でもなかなか着られないということなので、こんな貴重な機会をいただいてすごく嬉しいです。はい、ということでですね、私事なんですけれども、実は私もサンフレッチェ広島が大好きでですね、水本選手も大ファンで、ずっとおります。同じ1985年生まれで、本当ですか。ずっと応援をさせていただいておりました。本日は水本選手に一日警察署長を務めていただくということで、これから委嘱式を、行いたいと思います。それでは秋田方警察署長クリス和則から水本選手に対し一日警察署長の差し入れの交付を行っていただきます。クリス署長さん、よろしくお願いいたします。それではこれから私が水本選手にいろいろと、お話をお伺いしたいと思います。2015年のシーズンは J リーグ最多得点、最少失点、年間勝ち点1位、チャンピオンズシップ優勝、そして FIFA クラブワールドカップ3位と、日本全国だけでなく世界にサンフレサッカーを見つけた1年だったと思います。水本選手にとってはどんな1年でしたでしょうか。チームとして、素晴らしい成績は残せましたけども、ナビスコカップだったり天皇杯で、悔しい思いをしているので、選手である一人として、まだまだ物足りないという気持ちであります。まだまだ物足りないということで、また2016年のシーズンがとても楽しみになってきたんですけれども、2011年8月から連続フルタイム出場137試合を実施されました。この記録は、2011年5月7日のダンボーレホーム戦で頭部を負傷され、頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫で緊急の開頭手術を受けた後に、選手生命の危機から見事に復活されて達成された記録ということですけれども、あれだけの怪我をされて、当時垂直プレーなんかに恐怖感といったものはなかったのでしょうか。復帰した当初はやっぱり、恐怖感はありましたけど、今ではもう全然ないです。2015年、この去年シーズンですね、11月の間伐戦でまた垂直プレーで左眼下底骨折と大変な怪我をされましたけれども、12月5日のチャンピオンシップでは既に実戦復帰をされておりましたが、あの時にはもう怪我は完全に治っていらっしゃったのでしょうか。そうですね、怪我して、みんなのサポートがあって、早く復帰することができたので、あの時は少ししか寝れなかったですけど、怪我の方は全然大丈夫でした。はい、そのクラブワールドカップでも水本選手がピッチに向かった時に、とても私は感動をしまして、帰ってくださったんだなというのを新選手を実感したんですけれども、会場の皆さんもきっとそういった方たくさんいらっしゃると思います。
シーズンもですね、水本選手のまた新たな記録を塗り替えるではないですけれども、これからにも期待をしていきたいなというふうに思っております。それではですね、ちょっと私が個人的に聞きたいことがあるんですけれども、プロの世界では身体の体の問題だけでなくて、メンタル面も船に大きな影響が出ると思いますけれども、不調になったりストレスが溜まったり、水本選手はプロとして、プロのサッカー選手としてどのように対処されているのか、気分転換の方法とかをぜひお聞きしたいなと思います。試合で結果が出なかったりだとか、そういった時はすごくストレスもたまりますし、自分自身に腹は立つこともありますけども、僕自身は家に帰って、ゆっくりしたり、サッカーのことを少し忘れて、そうすることによって気分転換になりますし、改めて、次の試合で活躍しようという気持ちに少し回復できるので、そういった部分では家に帰ってゆっくりしたりとか、サッカーを少し離れるところが自分自身の息抜きというか、ある意味でいい気分転換になっているのかなと思います。息抜きということですけれども、何かもう具体的に今一番あれやるとこう気持ちが落ち着くなとか、リラックス的なとか、そういったものがございますか？やっぱ今はシーズンオフなので、去年 の, シーズンの疲れを取りつつ、また2016シーズンの活力を蓄えている時なので、今は本当に家族とゆっくりするという時間がシーズン中はないので、家族とゆっくりしてしてますね。はい、家族が一番 のストレス解消、ストレス解消とリラックスが、家族と一緒がリラックスできるということで、私もちょっと家族を大切にしないといけないかなと思ってしまいました。サムレッセ広島にとっても、水本選手にとっても昨年飛躍の年だったと思いますけれども、年々日本サッカーのレベルが高くなっている中で、水本選手が具体的にどういう目標を持って年間を戦っていらっしゃるのでしょうか？スキルやチームプレー、意識改革などありましたらぜひお聞かせください。いや、僕は、シーズンは、始まる前にはやっぱり、サムレッチェでタイトルを取るということを毎年目標にしてますし、個人的には多く試合に出るというか、試合が終われば次の試合に出るということ、それだけを目標に一つ一つの積み重ねで、毎シーズン戦っています。日々の積み重ねが1年間の結果につながるという。そうですね、プロとして自らをご自分を高めていく上で、水本選手の尊敬するサッカー選手、特に何がしたいと思ってらっしゃる選手っていうのはいらっしゃいますか？現役の選手で言えば、横浜 F マリノスの中澤選手は、私生活含め、相手ストイックにサッカーに打ち込める姿っていうのは尊敬します。中澤選手が尊敬する選手ということで、ではですね、サッカー選手以外で水本選手が尊敬していらっしゃる方はどなたでしょうか？サッカー選手以外ですか？なかなか、やっぱり、自分の父親ですかね。はい、お父様が、はい、どういったところをなんかこうすごいなというふうに思っていますか？小さい頃サッカー始めた時は野球をしてくれってすごく頼まれて、けど、反対してサッカーにのめり込んでいったんですけども、その中でも陰ながら応援してくれて、で今でもやっぱり試合会場には、足運んで、僕のことを見守ってくれてますし、学生生活もすごく大変な迷惑がかけましたけど、それでものびのびとやらせてもらったっていうのは、家族の存在がありますし、
何よりやっぱり父親が物は多く語らないですけども背中でっていうか示して家族を引っ張っていってくれたので、まあ、そういった部分はすごく尊敬しますし、まあ、自分自身も子供たちにそういう形で、見せていければなとは思っています。なんかすごくいい話を聞けて、やっぱりこう何かを成し遂げるためには家族の方の家族のサポートとかそういったものが欠かせずになってくるというのを、はい、今すごく実感をいたしました。でこれからは水本選手がお父様のご家族のサポートされていくということで、あ、そうですね、シーズン中はなかなかやっぱ家にいることがないので家族がすごく迷惑をかけてると思いますけど、まあ、こういってシーズンオフで家族サービスをしたりとかことしかできないので、はい、本当にまあ迷惑をかけてると思います。この水本選手のご家族のサポートが私たちファンにとっては本当に全部水本家含めてなんかありがたいなというふうに今ちょっとお話を伺って胸に迫るものがありました。今日休日ということでたくさんの将来のプロサッカー選手がここに来ております。彼らに向けて何か一言アドバイスをいただけたらと思います。まあ、僕自身小さい頃そうであったようにサッカーはとにかく好きでいてほしいですし、やっぱり練習だったり辛いこともあると思いますけれども、それでもサッカーが好きっていう気持ちを忘れてほしくないなと思っています。練習を辛くても頑張るんだよっていう、好きでいるねっていうね、ことで、はい、私はサッカーじゃないんですけど、何かをやるときはその好きでいるのかというふうに今すごく思いました。それでは、最後の質問になるんですけれども、日本国内では残念に広島はもう絶対王者として君臨することになっておりますけれども、今後の目標といいますか、2016年水本選手個人が、目指していくところをぜひお聞かせください。僕個人のやっぱり目標としては1年か怪我なくシーズン通して、チームのために貢献するということを心がけてますし、チームとしても、今シーズンは J リーグと並行して、アジアチャンピオンズリーグもあるので、チーム全員の力を、結集してまた戦っていきたいと思いますし、今年のチームのスローガンでもある挑戦ということで、全てのタイトル挑戦者の気持ちで戦っていきたいと思いますし、その先にはまた皆さんの笑顔が待っていると思うので、まあ、その笑顔を見るために、今シーズンもしっかりやっていきたいなと思っています。今年は、日本国内の J リーグだけでなく世界の舞台でまたサンフレの素晴らしいサッカーが見れることを本当に楽しみにしております。水本選手にはいろいろとお話をいただきありがとうございました。2016年もご活躍を期待し全力で応援をさせていただきます。皆さんもぜひお楽しみいただけ、これからもご期待いただけたらと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。水本選手ありがとうございました。ここで本日一日警察署長を務めていただきました水本選手に秋田から警察署長から感謝状の贈呈が行われます。水本選手、クリス長さん前の方へお願いいたします。平成28年、格闘版統合イベントにより、一日警察
な40キッズを今日、ゲームに引っ掛けるなど広報、啓発活動に貢献されました。その雇用を支え、ここに感謝の意を表します。平成28年1月1日広島県秋日高田県の市広島県選手ありがとうございました。